この番組は静岡市に住む外国人の方々のために優しい日本語で放送しています。柴田です。藤井です。まずは政務からのお知らせです。特別永住者証明書または在留カードへの切り替えはお済みですか？外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書は特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要があります。特別永住者の方は特別永住者証明書への切り替えが必要です。切り替えは今住んでいる市町村の窓口で行ってください。中長期在留者の方は在留カードへの切り替えが必要です。最寄りの地方入国管理局、地方入国管理局支局、またはこれらの出張所で切り替えを行ってください。有効期間の満了する日の直前は窓口がとても混雑するので、早めに切り替えを行ってください。切り替えは今からでもできます。詳しい情報は静岡市ウェブサイト http://www.city.shizuoka.jp/000__0024.html で確認してください。日本語のほかに中国語、英語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語のリンクもあります。外国人のための無料生活相談会を開催します。外国人住民及び外国人と関係のある日本人を対象として、法律相談、人権相談、入国手続き、在留資格取得、期間更新などに関する相談会を開催します。行政書士と弁護士に相談をすることができます。柴田さん、私も外国人と一緒に暮らすときにアパートで一旦断られたことがありまして、そう聞きました。そういったときにもね、こういった相談窓口があるといいですよね。本当ですね、はい、相談しに行くことが、ね、必要ですよね。必要ですね、はいはい、では日時です。2015年6月13日土曜日午後1時30分から午後4時30分場所、静岡市クリエイター支援センター1階、葵区大手町4番16号。相談にかかる費用、無料。通訳、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語。申し込み、事前に問い合わせ先へお電話ください。また、申し込みなしで当日、直接会場へ来て相談することもできます。問い合わせ、静岡市国際交流協会清水支部、電話054-354-2009。結核、肺がん検診、胸部レントゲンを受けましょう。胸部レントゲン検診は、肺がんや結核を発見するための検査です。40歳以上の人で、勤務先などで検診を受ける機会のない人が対象です。結核の初期症状は風邪とよく似ています。微熱や咳が2週間以上続く場合には、早めに診察を受けましょう。早期に発見できれば、人にうつすことも少なく、通院で治療ができます。65歳以上の人は、年1回の結核検査が義務付けられています。検診の日程、会場などの詳しい案内を書いた受診票を送るので、必ず受診してください。40歳から64歳の人には受診票を送りません。受診を希望する人は、健康保険証など住所と生年月日が確認できるものを持って直接会場へお越しください。日程、会場は町内会、自治会を通じてお知らせしますが、わからないことがある場合は保健予防課に聞いてください。ちなみに私は今日午前中、近くの小学校でレントゲンを受けてきました。早速行かれたんですね、はい。各地区で受診できない人は、
以下の会場をご利用ください。城東保健福祉エリア、電話番号 054-249-3180、 6月から来年3月の毎月第1月曜日、祝日と1月は除きます。13時から14時30分までです。予約の必要はありません。直接いらしてください。静岡県結核予防会、電話番号 054-261-2512、 随時検診を実施しています。いつでも行っています。これは、予約が必要です。江尻駅再開診療所、電話番号 054-352-2796、 随時検診を実施、これも予約は必要です。清水医師会健診センター、電話番号 054-348-0515、 随時検診を実施、予約が必要です。城東保健福祉エリア、だけは、予約の必要はありません。レントゲン検診についての問い合わせは保健所保健予防課が担当です。日本語で対応します。電話番号は 054-249-3172 です。続きまして、南海トラフ巨大地震に備えて今週のワンポイントアドバイス、家族で話し合おう。地震はいつ起きるか分かりません。地震が起きたらどうすればいいか家族と話をしましょう。地震が起きる前に話をしておくと安心です。小さな子どもやお年寄りを守る人を決めてください。非常持ち出し品、逃げるときに持つものを準備してください。消火器の置いてある場所を確認してください。消火器の使い方も確認してください。怪我の手当の仕方を覚えてください。地震が起きたときに家族が一緒にいるか分かりません。どうやって連絡を取るか決めてください。例えば家のドアにメモを貼る、親戚の人に連絡をする、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板サービスを利用するなどです。避難場所、逃げるところがどこにあるか調べてください。避難場所まで行く道を確認してください。以上、政務からのお知らせでした。